どうもこんにちは、山田亮です。松井です。さてネオ民芸の話ですね。そうですね、はい、いよいよネオ民芸ということになったんですけど、一体それは何でしょう。ネオマーガリンっていうのがあったんですよね。小倉ネオマーガリンってあった、うん、あった。あ、そう。でもそれ愛知県だけだ。うん、うん、僕らはネオマーガリン。はい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 。で子供の時にほらバタートーストやったのが突然マーガリンになったんですよ。マーガリンになった、うん、でそれがなんかすごい新鮮な味やったんで、あ、で、まあ、ちょっと大人になってから、うん、そのネオっていうのは新しいっていう、あ、でマーガリン、ネオマーガリンってさ、うん、新しいマーガリンっていう意味なんだけど、うん、言ったらバターの代替物、ね、確かにそうですね。でバターじゃないわけですよ。確かに。で、あ、俺は、ね、民芸の思想すごい好きだったんだけど、はい、民芸品ってあんまり好きじゃなかったんだよね。なるほど、うん、で、じゃあなんかその民芸じゃないけど、うん、民芸の思想を持ってるもどきみたいな、バターじゃないけどバターっぽいものバターっぽいのがネオマーガリンやったし、あ、じゃあネオ民芸っていうのはありじゃないかな。そんな付け方だったんですか、ね、そうネオマーガリンから来てたの。ネオマーガリンから来てたんですよ。うん、だから民芸ではない。ね、民芸ではない。うん、でも民芸の何かを引きずってる。はい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 。ものとして、うん、で新しいネオが引っ付いてるんですよ。でネオ民芸っていうの。おお。で何をやるんですかネオ民芸は。何しようかなと思ったんですよそれ。復興支援。うん。これ。ネオ民芸の名前自体はね、もうずいぶん前から出てるんですよ。あ、そうなんだ。ね、俺の友達がネオ茶道ってやっとったんですよ。ネオ茶道もやってたんだ。うんうん、ネオ茶道ってやっとった時に、うん、じゃあ俺もネオ民芸やろうと思って、出て、なんか一緒になんかできたらいいねっていうのを、いつは2000年。あ、結構前だわ。うん、1990年代の後半かな。そうか。まだなんかそういうちょっと若い頃、若い頃ですね、確かにね、喋ってて、うん、そういうところでネオ茶道結構面白いことやっとったんですけどね、まあ、それはいいよ、ネオ民芸と関係ないから、ね、で、そうそう、何しようかなと思ってたんだけど、うん、なんか民芸のいろんな条件あるじゃないですか、あるある、うん、でそれ読んでたら、うん、結構俺外れてんなと思って、ああそうなんだ、うん、その当時ね、うん、でそのことをもう忘れた状態で、うん、一汁一菜とかやり始めたんです、はい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 、でも一汁一菜やってた時に、うん、これってひょっとしてなんか民芸的な取り組みやなと、だってみんなね、うん、祈りがあるんですよ、東北のみんなにとにかく送ってあげなくちゃいけない、そっか、もうすでに祈りになってるんだ。だって自分のためじゃないですよ。あ、その人たちのために、うん、その人たちがこうちょっとでもなんか癒されるものを提供したいと。で、まあ、ある種無償の行為じゃないですか。お金と、うん、交換するわけじゃないし。うん、で、まあ、高島屋にあったのは高島屋が僕らの運転資金を得るために応援してくれたわけだから、うん、まあ民芸だって高島屋で売ってますしね。そう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 、河合勘次郎もね、うん、高島屋にねスポンサーになってもらってた、うん、で、まあ、そういうので、あ、これって民芸っぽいなと思ったよ、うん、でその後、ね、家で眠ってる食器を、うん、そうだわ、焼こうと、うん、再燃焼始めて、うん、その時確実にこれはもうネオ民芸やなと、多くの人が関わることができる、うん、多くの素人が関わって、うん、でその関わってやっていく中で、うん、継続の中で素人が目利きになっていく、確かにそうだ、で技術もついていく、で無名性ですよ、ね、無名性なんですよ。でこれ最年少ってじゃあ誰が焼いたのって、誰がこれ分からないでしょ、分からない。あ、これってもうネオ民芸やんかと思って、あ、うん、じゃあそこから自分の活動のある種の活動についてはネオ民芸だと呼ぶようにしたということですか。うん、まだ呼んでんだけど、うん、じゃあ言ってても誰もさふーんみたいな。そう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 、で悔しいから、うん、あのネオ民芸の旅っていう講座作ったの。え、どれ、うちの大学の東京芸術学者で、あのふるさとという最前線のシリーズの後に、うん、ネオ民芸という旅、うん、
それ知らなかった。一緒にやる？やろうかまた。ネホミンゲー。そうそうそう。へえ。でそれは何やってるんですか。でもだから松井さんがこんなことやってきたよっていう紹介？ちょ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 。みんなでこれがネホミンゲーだみたいなところを旅するわ。旅するんだ。そう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 。どんなのが出てくるんですか。こけしとかね。なんか。え、その普通の民芸じゃないですか。普通の民芸。ああ、それでもいいわけですか。普通の民芸もありなの。ありなんだ。あのネオ民芸広い、心が広いから。あ、そういうことね。もっと言うと、うん、その勝って民芸やと言われたものも、うん、もう今やなんかこうほら形骸化してる、まあ、そうだ。で形式化してるものを、うん、もう一回ネオというふうに捉えてやることで、うん、こう蘇らせるみたいな。蘇らせるということか。ちょっと不損な。確かにちょっとあれかもな。そうそうそう。でそれで気づいたのは、うん、まだ民芸生きてるっていう、うん、民芸がちゃんとやっぱり日本中の日本のね、あ、中で生きてるっていう、生きてますね、要するにちゃんとした民芸作ってる人がいるっていうことに、そのええ加減なだって不遜な考え方をしてた私が反省させられました、うん、そういうことか、うん、ああ確かにね、一番初めにでも言った温太焼きですよ。あら温太で、うん、おおそうか、もうそれは民芸バリバリじゃないですか。でしかもまだ今でも、そうそうそう、ね、民芸の優等生ってどういうとこかっていうのを見てやろうと思って、なるほど、行って、うん、ちょっともう衝撃受けて。ああそうね、温太焼きってみんな知らないよね。温太焼きはね、大分県ですかね。そうそう、大分県と福岡県の県境ぐらいにある山の中にありますね。そうそうそう、谷川筋に14軒のお家があって、そのうちの10軒が陶器屋さん、うん、でみんな屋号、それぞれ屋号あるんだけども製品として出すのは温太焼きっていう名前で出してる、うん、で一家に、2台しか残らないでね、うん、で一子相伝で、まあそこの長男坊がついたらもうおじいさんは辞めなくちゃいけない、うん、みたいなことが続いてるんですよ、はい、でものすごい山奥ですよね。うん、日田市からもうまだバスで1時間ぐらい山入らなくちゃいけないんだけども、ね、僕が行った6、7、8年ぐらい前かな、うん、はベビームームブームって言って、オンタがオンタ、オンタベビーブームだったんだ。なんかなんていうのかな、みんな戻ってくるんだって。やっぱすごいですね。一回出ても誰、他のところで修行させたりしますよね。そう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 、ね、うん、他の民芸産地とかね。そうですよね、うんうん、だからどこ行った時だったかな、中山とか行った時かな、鳥取だったかもしれませんけど、あの辺にも温太の人がいて、でめっちゃくちゃその清潔に、うん、使うとかなんとかみたいなこととか、文化の違いみたいなやつをね、うん、学んで帰ってくるみたいなことをやってるみたいですね、うん、いやすごかったですよ、ね、まずほらカラオスって、はい、ね、水力でギースをつけて、ね、ガタン、その音がすごい ね、谷筋にすごい何台あるのかね、カラオスが結構でしょうね、結構あれでしょう、一つの窯元が一つ持ってる場合もあるし、うん、何個かで協業してるやつがあったり、ね、ね、うん、でそれで土を作ってるね、うん、でカラオスの音が大晦日と正月だけ止まるんだって。そうなんですか、うん、なるほど、へえ、それがねすごく何ていうの、すごいし、すごい静寂らしいですよ。ああ確かに、もう、うん、だって、うん、ずっと音鳴ってますからね、あそこはね、うん、うん、その意味では確かに止まったらそうちょっと違う集落みたいになるでしょうね、うん、でまあそれって薪はほら近所の製材所から出てくる端材を使ってでしょ、うん、で釜は上り釜で共同釜やったり、はい、まあ、個人の釜あるんだけど、うん、だからで成形は蹴りろくろ、はい、そうですね、だから人力でしょ、うん、水力人力それから廃材の木材のバイオマスエネルギーですごいな、CO2 ゼロ、うん、で、共同釜、そうね、うん、である種温太焼きという名前で個人名は出さないから無名性、うん、で僕ほんまに確かに民芸の優等生で可愛い感じの書いてなくて柳宗悦に言われたのは分かるわ、うん、で、うん、それはやっぱり今でもあり得る形やなと思ったわけです。確かにね、うん、
で僕ら電気窯とか持ってくけども、うんうん、あれってすごい維持費かかるわけですよ。電気代もかかるし、そうですね、あの窯の中がスカスカの時もあるし、あそうか、うん、だからこう安定的に量産をこうずっとしてるところにはいいんですけども、うん、僕らみたいにこう気まぐれで制作してる、ま、気まぐれで怒られるとで、そういうところにはこう空いてる時とかあるわけよね。なるほど。だからできればシェアしながら窯とか工房を持って、うん、であの生産していくと、うん、でできればその工房のものをみんな一括してあの販売できるようなルートも作りながらやっていくっていうのは、あのオンタを見ていると可能じゃないかなと。なんかそれで個性がなくなったとみんな思ってるかもしれんけど、うん、オンタ焼きという名前の下にやっぱりこれはなんとか米のやつありますよ ね、うん、これはなんとかさんのやつ、あるある、分かるもんね、分かる分かる、で、うん、だからそこまで目が超えてくると、うん、そういう一つの屋号、屋号というか一つのあの、まあ、トレードマークでやってても、うん、やっぱりちゃんとみんな分かるわけですよ。オンタって書いてあるの遠いもちょっと違うんですよ、ね、違う違う違う、うんうん、確かに。だからそれ考えるとさ、まあ、よく分かる、それユニフォーム着てても、うん、ほら個性あるの、そうそうだ、だからみんな勘違いしてるんで、ね、確かに。だからそういうあり方の作家像っていうことを考えてったら面白いなと思ったら、うん、最年少ってまさに、うん、ああそうか、民芸の優等生自分で言うてる柳さんに言うてもらわなあかんところや、うん、確かに、うん、あ、じゃあネオ民芸的なことはまあまあこれからもじゃあいろいろと、うん、なんかこれもネオ民芸かなって思って概念を広げていくみたいな。だから焼き物だけじゃなくていろんなそういう生産ものづくりの現場にあると思うしね、うん、で僕ら一番大事にしてるのはやっぱあれやね、なんかこうどうその素人、うん、っていうかがそこに入ってこれるかっていう仕組みを作っておくという、うん、コミュニティデザイン的じゃないですか。そうなんですよ。あ、それはでもやっぱコミュニティデザインとネオ民芸っていうのはすごい、うん、なんかあのすごい深いところでつながってるんですよ。我々、うん、コミュニティデザインっていうのはネオ民芸だったんだそう、あ、そうそう、あ、まあ僕もそういう意味ではコミュニティデザインだったかもしれないね、いやいやいや、そうか、わかりました、うん、じゃあちょっととりあえず今回はこの辺りにしておきましょう、はい、はい、ありがとうございます。